はい、皆様どうもこんにちは、マリーです。今回のスクールはストライカーズ元気に適応していこうと思います。そうですね、今回は、ライバルフィーバー中って書いてるんですけど、対戦今回はやめておこうかなって思います。もうライフがないんで。じゃあ対戦ポイント、なんて言うんだろうこれ。エリクサーはあるんですけど、使うのもったいないんで。じゃあ次はラビリンスやっていこうと思います。思いますの時のさ、すっていう時のすの余韻がすごいあるんだよね。いつも思うけど。馬もリアルに作られてますよね、結構。後ろ足できるだけ結構溜まってきてるよね。24,455 だって。ちょっと喉の調子があまりよろしくない。せいはですね、最近、1週間ほどでね、5人ほど登録者様が増えました。本当に嬉しいということで。で、そして、前回のコメント欄でも書いたんですけど、1日の平均視聴回数が、50を超えたということで、ね。昨日投稿した動画が、さっき見たら、60回ほど再生されていたので、100も遠くないかなと思います。さらに。YouTube の、いいや。細かいとこまで見れるアプリみたいなのがあるんですけど、それで見たら、見てくれている方々の半分以上が、チャンネル登録をしていないので、もしよければ、チャンネル登録してください。お願いします。はい。はい、ということで。ミッションやっていこうと思います。皆さん3連休でしたけど、何して過ごしましたか？自分はずっと家にいたんですけど、特に何もないということで。普通外で遊んでたら、1日5時間ぐらいに感じるじゃないですか。でも私の場合、1日中家に入れても、1日5時間ぐらいで終わっちゃうんですよ。不思議ですね、本当に。体感時間って。人によって違うんですけど。外でね、今工事してるんですよ。でね、ちょっと雑音入ってるかもしんないです。おお、一撃じゃん。今日自分めっちゃ、喋り方棒読みな気がする。感情がこもってないのかな。めっちゃ感情を込めてるつもりなんですけどね。もう演劇部みたいな喋り方でやっていこうかな。でもね、今工事してるからさ、自分の声さ、聞こえてるんじゃないかって思うと恥ずかしくてさ、あまりでかい声出さないんですよな。ですよな。ですよな。喋り方日本語どないしたんやっていう。そういえば日本語といえばさ、最近頭の中でね、漢字が勝手にね、変換されて別の意味で考えちゃうんですよね。例えば、よくテレビで何々を勧告するみたいな言葉あるじゃないですか。あれを国の方の韓国で捉えてしまって、どういうことみたいな。もちろんそれ一回しかなかったんですけど、友達と喋ってる時も言葉がね、別の漢字に変換されるんですよ。伝わってるかわかんないんですけど、たったそれだけです。ごめんね、二人ともめっちゃ、ごめん、飛ばしちゃった。最後にお申し合わんの忘れてた。あまねちゃんとりょうこちゃんが喋ってる間、ずっと自分喋ってたよね、今。
すごいしょうもない、しょうもない話題で2人のセリフがすごい、なんか私の声でかき消されてたよね。どうしよう。なんかね、滑舌が悪いからね、なんかずっと2年前になんか滑舌悪すぎて、なんか早口言葉を言おうみたいな動画作ったんですよ。で、その時に なんか、一人だけ、なんか海外の視聴者さんがいて、それでなんか、その人にもわかりやすくって思って、なんか Google 翻訳機使って、なんか何語か忘れたんですけど、なんか英語じゃないんだよね。なんだろう、ポルトガル語かな？なんか、字幕つけてたんですよ。まあ、絶対その人見てないと思うんだけど。だって私の動画さ、なんか自動字幕とかでも、なんかつけたらね、なんか、まあ、頑張って、多分機械が読み取ってくれてるんだろうけど、全くね、合ってない時があるんだよね。だから字幕見たら思わず笑っちゃう時あるもん。なんかそういえば私、なんか声が低いのすごいコンプレックスなんですよ。なんか声が低いっていうか、なんか高くもない低くもない声なんですよ。なんか低いなら低い声の方がいいし、高いなら高い声の方が可愛いと思うんですよ。なんかほんまに自分の声嫌いっていうか、どんどんなんか年を食うたびに声が、年を食べるたびに、たびにって言った方がいいのかな。年を食べるたびに、食べる？年を食う？どっちだろう？年を取るたびに、声が変わっていくから、やっぱり、女の人も男の人も。なんか、お年寄りの声ってすごいかっこいいと思いません？なんか、おばあちゃんの声とか。なんか、年を取って味のある声に変わるっていうのが。そういえばさ、なんかスクストファッションショーみたいなのさ、開催してもいいかなって思うんですよね、最近。まあ、ファッションショーってどういう意味かっていう話なんですけど、まあ一つとしては、その私マリーが、そのメンバーのなんか着せ替えをして、なんかどれがいいですかみたいな。どれが一番いいかなみたいな、そういうのも尋ねるファッションショーみたいな。尋ねるファッションショー、なんかおかしいけどいろいろ。まあ、あとはリスナーさんの、なんか、ファッションを、まあ、どこかで募集して、なんかね、ツイッター重いからね、一回消しちゃったんですけど、まあ、多分頑張ったらもう一回ログインできると思います。はい、ということで。今何分ぐらいだろう？もう8分か。うん、何喋ろうか。10分ぐらいいけたらいいなって。どうしよう。どれにしよう。どのお方にしよう。ああ、まだあるな。こっちか。そういえばさ、最近ね、なんか海外のネットの友達がいるんですけど、なんか、来週に自分の部屋の整理をして、なんか自殺するって言ってるんですけど、なんか引き止める方法ないんでしょうかね。なんか他の友達にもなんか引き止める方法聞いたんですけど、なんか、やっぱり、もう無理なんかなって思って。それで、なんか、そこそこ仲のいい友達なんで、なんか自殺詐欺じゃない方が、ん？自殺詐欺？自殺詐欺の方がいいんですよね、なんか。まあ、当たり前なんですけど、まあ、もちろん自殺するって言って嘘ついて連絡取れなくなって、本当は生きてるとかの方がいいっていう意味なんですけど、まあ、本当に生きてくれてたらいいなって思います。はい、まあ、ということでね、まあ、いきなり、ね、まあ、なんていうの、シーンが飛んで、場面が飛んで申し訳ないんですけど、まあ、今回の動画はこのくらいで終わろうかなと思います。はい、まあ、最後はみんなとお別れということでね。まあさっきもなんか相談みたいな話あったんですけど、まあもしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、高評価してもぶっちゃけ、まあ他の人からは見えないんですけど、
まあ、低評価見えないようにしている理由としては、まあみんな一人低評価しだしたら、あ、俺も、あ、私もってなるんで、なんか、もうみんな釣られてほしくないっていう思いを込めて、なんかその低評価高評価見れないようにしています。はい。では皆様もね、素敵なウィークを過ごしてください。あ、パクリじゃないです。パクリじゃないです。ごめんなさい。はい、それじゃあみんなまたね。バイバイ。バイチャー。